有森家では笛子が下宿人を置くことを思い立ちましたが、それがとんでもない波乱を巻き起こすことになりました。我が家の家計を守るため、雄太郎を大学に行かせるためにどうしても必要なことなんです。男の下宿人なんか来た日だ。お前無理です。今日来るんですよ、候補の人。男なのか。こんにちは、よろしくお願いします。上村です。はい、おじいちゃん帰ってください。おばさん帰らんぞ。下宿人はわしが決める。上村さんの勤め保険会社で。はい、勤めて8年になります。転勤が決まって岡崎に来た次第でして。ああ、固いお勤めで結構。ご実家は神奈川。はい、葉山の海沿いで旅館を営んでおります。あっちの方魚うまいんでしょうな。あ、しかしこちらもなかなかうまいものが多いですね。うどんなどなかなかいける。ただしあの赤い味噌、正直言ってあれには参りました。いや、くどくて口に合わなくて。毎朝の食卓にあれが出るのかと思うと。私はできれば白味噌にしていただけると。帰ってもらおうか。は？あんたは下宿人として失格だ。さあ帰って。おじいちゃん、なんで断っちゃったの？味噌が口に合わんって言ったぐらいで、せっかく決まりかけとったいい話を。岡崎の人間が味噌をバカにされて黙っとれるか。毎朝毎晩家族揃ってバカにされてることになるんだぞ。背に腹は変えられません。人間、自尊心を失ったらおしまい。こんにちは、表の張り紙拝見いたしました。すみません、表の張り紙を見ました山田ですが。あの、下宿人をお探しとか。はい。みんなご挨拶するんだ、出ておいで。さあご挨拶は、はい、よろしくお願いします。その頃、運命の下宿人は岡崎の町にやってきたところでした。一応不動産はどこでしょうか。ああ、それならそこを降りてってお風呂屋さんの角を右に曲げて、ちょっと行った左側ですけど。お風呂屋さんの角を左に。右です。手伝います。ああ、すみません。あ、ありがとうございます。よかった、割れてない。クラシックお好きなんですか。ええ、これはショパンなんです。これが割れてたら泣くに泣けなかった。本当よかった。ありがとうございました、おかげで助かりました。私、第二師範で物理を教えてるんです。いや、正確に言うとこの秋から教える予定なんです。転任が決まりまして。ああ、それで不動産屋さんに。ええ、まだ下宿を決めてないもんですから。では、あっちですね。あ、あの、本当に探しとるんですか、下宿先。
斉藤直道と言います。まっすぐな道と書いて直道です。まあ師範学校の物理の先生なんですか。ご立派ですわ。そんなことありません。全然。うちの雄太郎も理科志望なんですよ。再来年八高を受験してゆくゆくは東京帝大に進みたいと申しておりまして。そうなんですか。それなのに数学が大の苦手なんです。それは有望です。アインシュタインも数学は赤点だったんですよ。まあアインシュタインもですか。あ、僕でよかったら時々数学お教えしましょうか。いや、こちらに置いていただけるならですけど。もちろんです。ともいいわよね、フエちゃん。師範学校の先生だなんてこれ以上身元のしっかりしてる下宿人はおらんで。もちろん部屋は空いてるんですし。でもいいのかしら、雄太郎の家庭教師までお願いして厚かましいんじゃ。俺はいいよ、一人で勉強するで。何言っとるの。先生はご好意でおっしゃってくださっとるのよ。頼む。また厄介なの来ちゃったわ。先生ちょっと、ちょっとこちらに。もうこっち蒸し暑いもんですから、もっと風通しのいいところ。暑いですわよね。別に暑くないですけど。暑いです。いや大丈夫です。暑いから。あっちもっと。何だんこの男は。斉藤直道と言います。まっすぐな道と書いて直道です。今度からこちらに下宿させていただくことになりました。あ、これ味噌の匂いですね。肉の味噌漬けだ。そうですか、いい匂いだな。これはあったへの土産じゃないんだ。これはだな、こちらの味噌は関東のものと違って色が赤いんですよね。風味も独特で。ああそうだよ、豆を蒸して作るとあの深い色合いが出てくるんだ。へえ、そうですか。蒸した豆の色があの赤なんだ。でもなんでかな、メイラード反応が起きるからかな。え、ずっと前から気になってたんですよ。今日疑問の一端が解けました。よかった、ありがとうございました。あ、これ今晩皆さんといただきます。先生、ういろ召し上がって。もも姉ちゃんへ。うちに下宿人がやってきました。斉藤直道という師範学校の物理の先生ですが、ちょっと変わった人です。おはようございます。うちの中に若い男の人がいるなんて今までにないことなので、磯おばさんが喜んでいるのはもちろんですが、上姉ちゃんまで妙にそわそわしています。あ、すいません。あ、メガネ。私も家に大人の男の人が一人いるのはまあまあ便利でいいとは思います。ありがとうございます。ところでそちらはどうですか。川原さんはよくしてくれていますか。ちょっと心配です。帰ったぞ。お帰りなさいませ。まあ、ええだろう。はい。電気がついとるわ。
汚れとる。すぐに掃除いたします。終わったら電気は消しとかなかん。電気代の無駄だわ。ここの掃除はどなたがなさっとったんですか？人を雇っとりました。人様を使っていくことは厄介なもんだな。もう特に若い人はダチか、すぐ文句は言う。生皮だし、ちょっと注意するとすぐむくれる。よう思って三月ぐらいかな。もその点嫁はええな、無量さん。まあ。こんな桃子の苦労を桜子が知ったのはずっと後になってからでした。漱石の坊ちゃんってな、布団に稲子仕込まれて嫌がらせされたかったよな。確か先生の布団に稲子仕込まっちゅうの。どんな子供っぽいことしんよ。ひもり、ほいだけど磯おばさんもふや姉ちゃんも先生の前に出るとニヤニヤしちゃって、なんだ腹が立つんだよな。バカなこと考えるのやめりん。おはようございます。イモリは糸ミミズが好物なんですよ。だけど不思議だな、昨夜なんであんなに布団に集まってきたんだろう。僕の体に糸ミミズの匂いがしたんですかね。ねえ。はい。斉藤先生、やっぱりちょっと変わっています。